のトロフェ用のこのボンネット、これがかっこいい。これわお、これがかっこいいですよね。今でいくらぐらいですか。今で1800。 18? プラス2000ぐらい。2000ちょっと切るぐらいな。うわー、マセラティ。それでは行ってみたいと思います。緊張してまして緊張してましてブレーキ踏んで、ギュッと踏んで、ギュッと踏んで、押せば。おー、ここだ、ここだ、来た。シート合わせていいですか。そうそうそう、シートと、あとハンドルと、はい、マセラティ初なんで。あ、めっちゃこんなんなんや。ワイパーはこれですか。ワイパーは今スイッチ入れて、はい、あ、こうなんや。そうそうそう、こうなんや。へえ。で、これはで握って手前に引くと OK。 手前に引くとドライブ。そうす。パーキングは、あ、ないんや。あ、これか。自動やし、本でも今、外れました。OK ですか。OK です。うわ、かっこいいボンネット。それでは行きます。どっち出ればいいですかね。はい、右に出て、左に。ウインカーどれですか。ウインカーこれです。ウインカーこれ、うん、1個しかないってこと。1個しかないですから。間違いない。じゃあ行きます。はい。ちょっと安全確認。前何もないですね。前、そこにちょっとなんかあるだけ。え、大丈夫ですか。うん、大丈夫。おーお願いします。それでは行きます。お願いします。いや、かっこいいわ。もうかっこいい。このボンネットこんなタイプってのが、これトロフェオだけ。トロフェオだけ。はい。で、これ左です、ね、左です。はい、うわ、めっちゃかっこいいかもしれん。おお、履歴どう？すごいっすね。平屋2軒立ちますよ。え、あの乗り出し価格が1800万ってこと？いや、車両本体が1800万。車両で？車両で？これオプション1が入ってるんだから100。じゃあ2000万、うん、これまっすぐでいいです。左で、あ、左で2000万いくかいかんかぐらい。おお、その費用入れて。はい、すんげえわ。ハイブリッドではないんですよね。ハイブリッドではない、うん、純粋にあのフェラーリ様のエンジン見せてって赤いは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 い。いや、めっちゃかっこいいな。やばい。え、フェラーリも扱ってるんですか。いや、あのエンジンがフェラーリ製の。ああ、これどんだけ排気量あるんですか。排気量は 3.8 リッター。 3.8 V8 3.8 780。いや、マジでめちゃくちゃかっこいい。この辺とかもめっちゃかっこいい。カーボンですね。カーボン、うん、これカーボン標準で、まあこの辺はオプションねんけど、はい、でも一応大体全部オプションつけます。大体もうこれフルオプションみたいな。でもこのレーザーとかこのトロフェアは一番いいあのピエノフィオーレレーザーっていう、はい、で通常のモデルやったら60、50、78万、はい、やけど標準なんや。カーボンも標準。あ、カーボンも標準なんですか。いくつか標準だになったり、専用のあのいくつかあの外装のカーボンパーツも標準になったりするのがあったりして、まあ逆にちょっとお得感
ありますよね。高いけど、どっか、わからん。逆に、宮根さん、あの、普通のそのハイブリッドのパターンで、ボンネット変えてとかってできるんですか？うん、それはできないですよね。やったことないし、わかんないです。今これ、まあ、初めてやから。あ、そうなんですか。トロフェオって、V ギブリに、こういうやつ乗って、はい、こういうボンネット乗ったのは初めてなんで。やってみんとわからんけど、安くないよ。ああ、高そうですね。後で付けるのと。後付け高そうですね。本当の、丸々の後付けって、高いね。宮城さん、これってアイドリングストップですか？そうそうそう。マセラティアイドリングストップ。でスポーツとかにモード切り替えると。もう一度。マセラティって言ったら。あ、マセラティって言うと。ヘイマセラティっていうのが正式だけど。これ左ですか？これ、まあ、まっすぐ。まっすぐ。ヘイマセラティ。風力を弱く。例えば、通話。メッセージを送信する音楽ラジオエアコンができます。エアコンキャンセルしました。嫌われてますわ。まだ俺 の身分で早いんかな。ちょっともう一回言ってみてください。ヘイマセラティ。お、暑いです、涼しくしてください。涼しくする。かっこいい。どのくらい涼しくなったか。わかりませんけど。かっこいい。涼しくするって言ったんだけど。はい、言いました。ちゃんと言いました。ちゃんと言いました。あ、ちゃんと反応してくれたらなんか嬉しい。あ、でもこういった機能あるんや。うん、まあ、あの、シリやね。はい。あ、シリですね。はい。めちゃくちゃ言うこと聞いてくれんけど。いやでもめっちゃくちゃマジで本音言っていいっすか。はい、かっこいいマジで。ね、あーもうなんかすごい素敵っすね。かっこいいわ。はい、これ止まります。じゃあこれ左に。はい、トルフェオ、トルフェオが高いんですね。トルフェオが高いんです。あ、サンルーフあるんですか。サンルーフ。おお、まあ、こういうところ素材アルカンターラってやつも、これもめっちゃいい。これはオプションです。あ、そうなんや。これはオプションです。だって全然違うよね、肌質。違います。すごい。ギブリハイブリッド、ギブリ、ギブリ S、 ギブリ S Q4、Q4 ってやつが4駆。その上にトロフェオ。あ、じゃあここは、あ、そういうことか。そう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 。で、なおかつ Q4 が、S っていうグレードなんで、はい、V6 の430馬力の、まあ馬力、今までで一番馬力あるんです。おー。なんか買ってくるんで、どうしても、今までがそれが一番高かったんです。はいはい。4駆のやつが、はい、Q4 ってやつ。ほんでトルフェオが出だした。そう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 。トルフェオめっちゃかっこいい。トルフェオ高い理由わかるわ。まっすぐです。これは左。これ左です。トルフェオ高い理由わかる。エンジンだけで800万台する。すっげえ。やべえ、めちゃくちゃかっこいいわ、これ。左？左です。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいわ、これ。ちょっと踏んでみていいですか？踏んでください。はい。おおおすごっ。すごいわ。音が違う。 G がすごい。 G が、キャー。あれスポーツと、あとさらに上にコルサモードって、はい、あ、コルサモードかっこいいわ、マジで。ちょっと舐めとった部分ありましたね、宮崎さん。
やっぱり、うん、ちょっとね顔がねとかって言っとったけど、うん、めちゃくちゃかっこいい。さあここで一旦、はい、入れます。大丈夫ですか。あ、入れんでいいんですか。はい、そうです、お願いします。バックもこう OK です。おー、ちょっとこういうのも、おお、かっちょいい。ちょっと前から煽らんといて、もうこっちは2000万の車運転してんだからちょっと煽り運転で言うよ。いや、これ大丈夫ですね。大丈夫、はい、ここ適当に、適当にここ入れればいいですね。このまま適当に入れてください。おお、緊張したわ。こんな感じ、ね、もうちょっとね、もうちょっと全然ストップ言ってください。もうちょい、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 はい、OK です。はい、で、で、これを押していただくと、押す、はい、OK です。ほんで P 入ったの。 P で、ブレーキ外して大丈夫なの。大丈夫です。ちょっと OK と。おお、で、ブレーキ踏んで最終的に、うん、そのまま切れば、切ればサイドブレーキもかかる。このボタン押せばいいだけ、ブレーキ踏まんと、うん。おお、トルフェオ、トロフェオ、トロフェオ、トロフェオ、こんな感じです。かっこいい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、かっこいい。かっこいい。エデキ、買う。でももうマセラティ乗ってないんですよこれ。エデキ。買いますか、買いませんか、買いま行くよ、エデキ、もう一回行くよ、エデキ、そのゴルフバッグ買いますか、買いませんか、買いま。いや、もう選ぶっていうか、買わんといけん状態じゃないですかってことは、買いますすお買い上げありがとうございます。ありがとうございます。フルセットであれっすよ。フルセット買いましたちょっと、はい、全部買うんですか。全部買う。全部全部全部買う。全部お買い上げありがとうございます。全部買う。ありがとうや。生きているから出会えた人、そのすべてにありがとう。ありがとう。